1858年のガルテン・ラウベに掲載されたウレの肖像画、オットー・エドアルト・ビンツェンツ・ウレは自然科学の普及で知られる、ドイツの作家である。植物学者、エルンスト・ハインリ・ヒゲオルク・ウレと地理学者、ビルヘルム・ウレは子である。ロッソウ生まれ。1840年からハレ大学で学び、当初は進学を専攻したが、後に数学と自然科学に変更し、 ヘルマン・ブルマイステルの弟子になった。その後、ベルリン大学でハインリヒビル・ヘルム・ドベの下で教育を受け、1845年にハレ大学から修士号を取得した。1846年よりフランクフルト・アンデア・オーデルで、1848年から1851年まで、ハレ近くのケッツの農業大学で自然科学の授業を行った。 その後は私的な研究に専念し、フリーランスの作家として働いた。1852年には、戦隊学者、カール・ミュラー、博物学者、エミール・アドルフ・ロスメッスラーと共に、大衆雑誌ダイナチュアを共同で創刊した。生涯を通じて、政治活動にも積極的だった。1860年代、ハレト・ザーレクライスで、独立新ポトーを設立した。 1876年、ボランティアの消防隊の司令官を務めている時に落下した破片で重傷を負い、翌8月7日に死亡した。ありがとうございます。